ヒイ島は兵庫県北東部を流れる沿山川の下流に浮かぶ中洲。豊岡式の崎町にあり、川口の日本海からは約6から7キロメートルの距離にある。最南端部の左岸には JR 山陰本線玄武道駅があり、右岸には玄武道がある。屈作事業完成前は全長1500メートル、全幅180メートル、最高位。 海抜2.3メートル、面積約16ヘクタールだった。豊岡市街地付近の円山川田島地方を流れる、沿山川は、中流域で急激に川床勾配が緩やかになるため、勾配の境目である、豊岡盆地北には、土砂が堆積しやすく、豊岡市市街地東部の堀川橋と河口の間にはついたち島や、日の祖島などいくつかの中洲が存在する。 河川敷の随所が湿地となっているが、これらの湿地は近畿地方有数の絶滅危惧植物集中地域であり、湿地こもり雲は、日の蘇島が西日本唯一の生息地である。島中央部の池では、幾下種のヤ足が確認されているが、どのようにして中洲にやってきたかは不明である。2012年4月には、火の蘇島を含む、遠山川下流域及び、 周辺水田が国指定長寿保護区に設定され、同年6月にはラムサール条約に登録されて、水町の重要な生息地として認められた。下流側の橋上から見た日の蘇島日の蘇島の断面図前日の通り、沿山側の中流域では、急激に川床勾配が変化するため、大雨の際には川水の氾濫が頻発していた。 左岸を JR 山陰本線に沿って走る兵庫県道3号、豊岡瀬戸線は洪水の度に冠水し、1990年9月の台風19号による洪水では線路付近まで冠水して、木の先町は陸の孤島となった。1974年から1988年にかけて日本海から 1.5km マイナス3.2、 キロメートル地点にあった菊谷島と中の島という二つの中洲が完全に掘削された。1987年には建設省によって日の祖、島の全面掘削に向けた調査が開始され、1995年や1997年の調査で希少な植物が生育していることが明らかとなったため、中洲の希少植物の表土移植試験が行われた。この試験中に、 さらなる気象植物の発見があり、全面掘削を求める意見と環境保護を求める意見が対立したことから、2000年には地元住民や有識者からなる火の祖島回収検討会を発足させて、河川回収のあり方を協議した。2001年9月、国土交通省は全面掘削の計画を変更し、島の左岸側1、2を除去して、 右岸側の1、2に希少植物を移植し、また右岸には湿地を整備することで、治水効果と環境保全の両立を目指す方針を策定した。右岸側は表土を削るため、島の断面積は、掘削前の1、4となり、工事全体では、約34万立方メートルの土砂を掘削する。二千四年十月の台風十三号でも、円山川や伊豆市川の堤防が破堤し、 兵庫県だけで死者二十六人という甚大な被害が出たことから二千三年に始まった島の屈作工事は激甚災害事業の一環としても進められ二千七年七月に屈作工事が完成した魚類や高の距離に配慮した湿地の整備なども行われたため園山川全体の湿地面積は屈作以前に比べて一点五倍に増加し島の直上流では 水位が29センチメートル低下した。河野鳥市民研究所は全長約1400メートル、最大幅約200メートルだったとしている。ありがとうございます。